調子はどう？調子？まあ微妙。ってことはまだ願い事の件引っかかったままなんだ。やりたいことなんてすぐになんか出てくるかなって思ってたんだけど、私で役に立てることがあればいいんだけど。気にしないでよ、さきちゃん。私の個人的なことだし、そのうち何か思いつく。あ、でもそうだ、さきちゃんってあの短冊に何を書いたの？短冊？うん、それにいぶきもみんなの願い事を聞いたらなんかヒントになりそうな気がする。それはいいんだけど。ちょっと、なんでさきちゃんといぶきには聞いて私には聞かないの？だってノアの願い事って大体見当つくし、あんま参考にならなそうなんだよね。どういう意味よ。そこまで言うなら教えるけど、私の願い事はたくさんの可愛いものに包まれたい、これだから。うん、私も予想ついてた。っていうか、私のクレープに包まれたいはあざといとかひどいとか言って、自分はそれ？クレープは食欲でしょ。可愛いものはそういう原始的な欲求を超越した高次元の愛だから。言ってる意味がわかんないし、やっぱり参考にならなかったよ。それにノアの願いって再現がなさそうだし、そこも私とは違うからな。可愛いものは無限なので。じゃあサキちゃんの願い事は？サキはやっぱり昔見た宇宙をもう一度見たいってのが願いになるのかな。少し前まではそうだったけど、今の願いはこれ。フォトンメーデンのみんなと一緒にあの宇宙を見たい。もう私だけで見る夢じゃないから、この4人で作り出す宇宙が見たい。さすがサキちゃん、尊い。なるほど、みんなで見る夢っていうのも一つの夢の形なのかも。あ、じゃあ私だけがアイドルになるんじゃなく、フォトンメイデンもみんなでアイドルになるっていうのは？いや、それはさすがに無理だから。っていうか、フォトンメイデンは DJ ユニットでしょ。伊吹さんの願い事は？私のは参考になるかはわからないんだけど、無病息災。まあ伊吹らしいといえばらしいけど、そもそも私願い事ってあまりしないんだよね。叶えたいことがあったら頑張って自分の力でやり遂げたいからさ。夢もそりゃダンスが上手くなりたいとか、フォトンメイデンのみんなとすごいステージやりたいとかあるけど、トアやサキの夢みたいにはっきりした目標じゃないというか、昨日の自分よりも前に行きたいって感じで。だから夢のことで悩んでるトアにも助言とかできないんだよね。夢や願い事がなくても私は日々充実してるよってことは言えるけど。なるほど。でも、やっぱり私にはちょっとしっくりこない感じかな。もうちょっと一人で考えてみるね。じゃ、またね。とは、予想以上に引きずってるね。あれから一週間だなんて。とわさんって今まであまり悩んでるところを見なかったから意外。とわって感覚で行動してるからね。そもそも頭をあんま使ってないから普段は悩まないんだけど。それはさすがに言い過ぎじゃない？でも自分の感覚に従って動くから、難しい問題に悩みすぎないのはとわの長所かもね。反面、感覚の方で引っかかっちゃうと今回みたいに長引くってことなのかな。とわっていつも騒がしくて、ちょっとは静かにしてくれないかなって
うこともあったんだけど、こうなってみるとなんだか逆に落ち着かない。トアのパフォーマンスが下がってるわけじゃないから、今のところライブには影響ないんだけど。放っておけない。でも私たちに何ができるのかな。どうした？3人揃って浮かない顔だな。プロデューサー